ということでガーさん、今回もコナンのトリックケースやっていくわけですけども、今回は70巻の被害者工藤新一という事件で、こちら事件なんと練炭自殺に見せかけて密室を練炭自殺に見せかけたんだけど、実はもう密室だけど扉のとこに人がそのままいて、練炭自殺は嘘という信じられない事件が実は隠れてただけっていう、要するに練炭自殺っぽいから入った時にどうだいの大丈夫かってやった時にこっそり抜けるというこれが今回なんとね、初めての一発勝負。これ失敗絶対ダメ。要するに一発で、要するに人が本当にバレないのかっていうことを実験します。簡単簡単じゃない簡単じゃねえ。頑張って頑張って頑張ってくぜ。イエイ。なんなのこれ、どうかしたの？一酸化炭素中毒や。そこ動かないで、ダメだよ、中に入っちゃう。このトリック、俺が再現してみせる。見た目は大人、頭脳は子供、その名は名探偵コナン。今回なんですけども、まあ、練炭自殺に見せかけるということで、こちら七輪、植木鉢を代わりに使います。あと練炭っぽくあればいいんで、こちらの炭をこれで作ります。はい。でガムテープでこれで留めると、窓を留めたりふりをするということで、あと買いに行く人として、お願いします。虻川船井です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでこれ全部揃ったんでできますよ。このトリック、俺が最高。はい、じゃあ炭作っていきます。はいはい、丸めて黒く塗ってください。はいはい、これキモいあれこれ今日終わるけど大丈夫今日これ泊まり込み入れ大丈夫雑でいいっす。雑で炭っぽく見えりゃいいんだ。見えるこれ。おお、十分十分十分。本当にもうえぐかったら黒い紙買えばよかったもんだ確かにそうだよね。ゴミができてる。いやでもね、これあ、炭いいじゃないですか。これ OK じゃないですか。これで完成です。ああ、これネギトロもね、これネギトロも入れときますよ。炭っぽい、これ炭っぽいぽい。密室を作ります。これ貼ってね、目張りをすると、これがあるから練炭自殺したと思ってるから、これが一応足元に置いてあって、でその本に乗って貼ってあるっていう。OK、じゃあこれで密閉してる感じで。これでも何の意味もないですね、これね。こう言って何もくっつけてないよ。何も塞いでないしさ、種じゃん。これ何やってるの？ちょっとこれわかんないですけど、こういう風になったんで、こうやってやっていこうと思います。一応で、そしてこれですね。ここに七輪がこれをね、ここに置いとくので、そうするとにこれとこれを見たことによって密閉されてると、この空間が練炭自殺絶対したんだって思わせたということで、でそれをこうやって剥がしに行って隙に抜けると。で今回なんですけど、今回は別に密閉を外してる最中にここに隠れてるんですよ、金城さんとね、買い物してる人が。でその時にコナンちゃんがこう逃げて「練炭自殺だ、ああああビリ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 」ってやってる隙にちょっとウィートスマートにこっそり実は抜けてたというトリックでございます。でこれがバレるかという検証なんで、で今回ですけども、プリンを買ってくるんですけども、そのプリンで今回今篠田君がこれがやってくるんで、その篠田君が何もこれを練炭だと思って練炭だと思わなくていいんですけど、こっちに気取られてやってるうちに最終的に何も言わずプリンを食べたら、今回はバレなかったということであります。プリン食べるまでに金城さんに触れられたら、この検証はできません。バレ失敗でございます。頑張ってこうぜこれでこのカメラでこっちを撮っておいて、でこう下にね、じゃあ五十嵐さん下に、はい、今日は下にで練炭をこんな感じでここら辺とかここら辺の時にで、イメージとしてはちょっとイメージやりますわ。何やこれ、しんどいわ。いく練炭自殺や。いや、篠田も剥がせ、篠田も剥がせ。やばいでこれ、人も死んじまうでこれ、マジで。大丈夫か、アンさん大丈夫か。よかった、生きとるやないか。うわ、何があったか。ウイン買ってるやないかい。食べたの今日大きなっても。はい、貼ってきます。ドアにも貼ってきます。完成。 OK。 このトリック Y が再現してやるよ。じゃあ翔太君呼んできます。翔太、はい、ごめんちょっと待たせて、ほんと。はい、やってもすごい寒かったですね。寒い、ここ寒いんだよ。俺についてくればいいから。はい、ちょっとわかんない、何があるかわかんないけどね。わかりました。マジかこれ、ガムテープ、練炭、嘘や、練炭自殺やないかい。ちょっと塩だ、この話話して、ちょっと話して、練炭自殺やね、これは。これは練炭自殺やね。やばい、アンさん大丈夫か。生きとるわ、まだ。あ、よかった、まだ生きとるわ。あ、どうしたんですか。ちょっと今練炭自殺しようとしてるから、こいつが。あっ、何しちゃう。プリンを買ってきました。プリン、ちょっと食べてくれる。大量のプリン食べてほしい。大量のプリンをすぐあります。あ、ありますプリンですね。プリンどうぞ。ありがとうございます。いや、食べると美味しいから、プリン。ありがとうございます。いいなって。しゃあ。成功。ね、一言。あ、すごい美味しいです。ちょっと分かった、今の。え、何がですか。いや、だから、あれ、近所さん、元々仲いたのよ。え、オッケー。今回再現してみて、分かったこと。バレない。